ございました。ありがとうございます。ございますが、閉店セレモニーにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。はい、本日はイオン天王町店の42年のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、店長の浅井よりご挨拶をさせていただきたいと思います。それでは浅井店長、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日は寒い中、このようなたくさんの皆様にお待ちいただき誠にありがとうございます。私は店長の浅井と申します。イオン天王町店は本日で42年間の営業を一旦休ませていただきます。42年間の長きにわたり、歴史と緑あふれる大好きなここ横浜保土ヶ谷の地でたくさんの皆様にご愛顧いただきましたことを、従業員一同心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そして2022年に装い新たに大好きなここ横浜保土ヶ谷の地でニューイオンスタイル天王町としてまた皆様にお会いできることを従業員一同楽しみにしております。思い起こせば1977年11月日ショッピングデパートとしてオープンいたしました。当時私も入社したてで肌着売り場を担当しておりました。そして1996年名称を天王町サティに変更いたしました。ちょうどこの年はたまごっちが大流行した年でもありました。さらに2011年イオン天王町店として生まれ変わりました。そして昨年は相鉄線の高架、それから都内への直通乗り入れが実現しました。そしていよいよ今年は2020東京オリンピックパラリンピックの年でございます。42年間の思いは尽きません。お客様からも多数の思い出をお寄せいただきました。いくつかご紹介させていただきたいと思います。42年前、
当時18歳だった桜丘高校生だった方が日時のオープニングセールに駆けつけ先着プレゼントの傘をもらい使っていたことが楽しい思い出とおっしゃる方も60歳です。子供の頃母と妹とピープルの帰りに買い物をしミスドでお茶をしたことが方が今度は自分が母となり子供たちと買い物をしミスドでお茶をした思い出、子供の頃ファンシーショップでサンリオを買いゲームコーナーで遊びレストランで食事をした思い出、思い出が走馬灯のように頭を駆け巡る方もいらっしゃるかと思います。ちょっとここであの従業員を一人紹介したいと思います。水井さんは天王町店がオープンした昭和52年から本日まで文具売り場で働いていただきました。お客様への感謝の気持ちはつきませんが、長年地域のお客様感謝の地域のお客様に満足いただけるよう働いていただいた従業員に感謝の気持ちを伝えたいと思います。水井さんはじめ皆さん本当にありがとうございました。水井でございます。42年間お客様のご愛顧ありがとうございました。私は日井に入社し天王町店の開店より本日まで勤めさせていただきました。楽しかったこと、つらかったこと、思い出がたくさんあります。今まで仕事を続けてこられたのも来られたのは地域のお客様、従業員の方々のおかげです。本当にありがとうございました。最後に仕事帰りに食品をお買い上げいただいたお客様、お子様の保育園や小学校の準備でご利用いただいたお客様、またご夫婦でご利用いただいたお客様、このようなたくさんの皆様から支えられて42年間大好きな横浜保土ヶ谷で営業することができました。これも一人に皆様方に支えられていることです。今回皆様方との思い出がいっぱい詰まったお店を一時休業することは本当に残念で申し訳ない気持ちでいっぱいですが、2022年明るく旬の商品を豊富に揃え、にぎわいあふれるコミュニケーション空間を提供できるお店としてまた帰ってまいります。しばらくの間はお近くのイオングループのお店、イオン東神奈川店、イオン東戸塚店、それと3月下旬に和田町にオープンいたしますイオン横浜和田町店をご利用いただきたいと思います。これで私の挨拶は終わらせていただきますが、まだまだ寒い日が続きます。風邪などひかぬようどうぞお気をつけてお帰りくださいませ。42年間のご愛顧誠にありがとうございます。また新しい店でお会いしましょう。どうも皆さんありがとうございます。待って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 
長、そして溝井さん、ありがとうございます。これにて閉店セレモニーを終了させていただきます。本日はお寒い中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。皆さんまたお会いしましょう。従業員一同でお客様をお見送りしたいと思います。皆さんまた2階です。